アドバンストリナックスサウンドアーキテクチャーはサウンドカードのデバイスドライバーを提供するオープンサウンドシステムを置き換えるために開発されたリナックスカーネルコンポーネントである。アルサプロジェクトの初期の目標はサウンドカードハードウェアの自動設定や複数のサウンドデバイスのスマートな取り扱いなどであったがそれらは概ね達成された。ジャックなどのいくつかのフレームワークは 低遅延で、プロフェッショナル級の編集、ミキシングを実現するために、アルサを利用している。アルサプロジェクトは、1998年、ヤロスラフキサラによって、グラビスウルトラソンドサウンドカードのためのリナックス、デバイスドライバーが書かれたことから始まった。アルサは、2002年にリナックスカーネル2.5、開発版に導入されるまで、リナックスカーネルとは、 別個に開発されていた。2.6では、広報互換レイヤーがあったとはいえ、標準設定で OSS を置き換えた。アルサは、その構想時点では OSS がサポートしていなかった。いくつかの機能を持つよう設計されている。これらの機能を美しくサポートするため、アルサは、OSS よりも巨大で複雑な API を持っている。そのため、 アルサのサウンド技術を利用するアプリケーションを開発することは OSS ほど簡単ではない。しかし、アルサには OSS のエミュレーションレイヤーがあるため、より簡素で可半性の高い OSS の API を利用することもできる。アルサはデバイスドライバの他にカーネルドライバと直接やり取りせずに、 高レベルの API を使ってドライバ機能を使いたいという開発者のためにユーザ空間のライブラリーも提供している。ハードウェアの能力を直接反映しようとするカーネル API とは違ってアルサのユーザ空間ライブラリーは異なるハードウェア間でも可能な限り同じように扱えるよう抽象的なインターフェースを提供している。これは一部には ソフトウェアプラグインを用いて実現されている。例えば、現在の多くのサウンドカードや、組み込みサウンドチップは、マスターボリュームコントロールを持たないが、これらのデバイスのために、ユーザー空間ライブラリーは、ソフトバルプラグインによって、ソフトウェアボリュームコントロールを提供している。そのため、通常のアプリケーションソフトウェアはこれらの違いを認識する必要がない。ありがとうございます。